川口守先生、この度は2015年、日本建築学会大賞受賞おめでとうございます。ありがとうございます。今日はその受賞記念インタビューということで、構造委員会から推薦したということから委員長の緑川がインタビューをいたします。どうも小杉さん、ありがとうございました。いえ、先生のおかげです。それでインタビューの趣旨ですが、川口先生は構造設計に関する業績とこの分野での多くの貢献、それからこの分野における国際的な貢献、特に国際シェル空間構造学会の理事、それから会長を務められたということ、それから後進の建築構造教育に関する貢献ということで受賞されたということでございますが、まずはじめに受賞の感想をお聞かせください。そうですね、私は実は大変驚きまして、こんな大きな賞をもらうようなことは何もやっていませんので大変に驚きましたけれども、まあ構造委員会の先生方はじめ非常に私がやりましたことを非常に高く評価していただきまして、今回の受賞に至ったのは本当にありがたいと思っております。それで、受賞された業績もたくさんあるんですが、その主なものについて、背景と内容についてお話しいただけたらと思います。はい、私は構造エンジニアですので、構造の、エンジニアリングを勉強したわけですけれども、それが一つの体系として構造デザインがこうどういうものであるかということを常に考えておりまして、そういうことについての考え方を内外でお話をしたと。で、そういうことに対して、ある種の評価を、いただいたのが一つかなと思います。それとやはり日本の国の中かだけではいろいろ言ってもなかなか狭い範囲の考えでしかないので、できるだけその世界で通用できるような話をしたいということで、なるべくその、外国でも自分が考えていることを提案するといいますかね、それが評価をされたのかなと思います。それから先ほど挙げていただきました中に、その後進の建築構造教育ということで建築構造の仕組みという本を例に出していただいたんですけれども、これは実は絵本なんですね。諸国社の中に絵本シリーズというのがありまして、日本の住宅とか歴史とか、そういうものについてずっとこうあったんですが、構造でそういう絵本的に分かりやすいものが書けないだろうかというようなことをもう20年ぐらい前に考えました。で、これは方針としては一般に建築構造っていうとこう難しいように考えられているわけですけれども、高校生が読んでも一応分かると。で、大学なんかで教科書に使っていただくのもいいと。それともう一つ力を入れましたのは構造なり建築
の設計のベテランになってから読んでも何かその、読み応えがあると、まあ、それそういうのを盛り込んだ本を作ろうではないかということで、書きまして、まあ、これがこの絵本なんですけど、でこれがまあ幸いのことに非常に皆さん読んでくださいまして、まあ、一種のロングセラーでしょうかね、になって、まあ、去年そういうことで大改訂をいたしましたけども、まあ、それがまあおそらくその後進の教育っていうようなことで評価していただいたのかなと、いうふうに思っております。はい。まあ、先生もう長年、この建築構造の仕事を携わっておられたわけですが、はい、その最初にこの、建築構造に、まあ、仕事とか研究とかで進まれた理由がお聞かせいただけたらと。親父が亡くなりまして、で、まあ、ああいう田舎の昔のしきたりとしては、親父が亡くなったらもう当然のごとくに長男が家を継ぐっていうこと。しかも私は8人兄弟の長男だったもんですから、もうこれは文句を言うとかなんとかっていう、ゆとりは全くなくてですね、親父が亡くなった次の日からもうその親父の代わりでそのお風呂屋さんの経営をすると。でまあ、それでも大学はまあなんとか行きたいから、どうしようかって考えたんですが、そうするとその商売をしながら行けるっていうと、もう福井の大学に限られるわけです。はい、で福井の大学でどういうその学部学科があるかって言って、まあ、初めて調べてみましたら、まあ、一つは教育学部。でこれはまあ私なんか全然その、そういう柄じゃないと思ってまして、もう一つは工学部なんですね。で工学部はまあどこにでもある例えば機械と電気、っていうのがありまして、それから福井という町は繊維の町だったので、繊維学科とか紡織学科があるんですが、これどれもですね、これならやりたいっていう気にならないんですね。で最後にその建築っていうのがあるっていうのが分かってですね、あこれならひょっとすると、好きになるかもしれないなというんで選んだのがその、建築学科なんです。あそうですか。ですからもうあんまりその積極性のない選び方で、まあ、なんて言うんでしょうかね、消去法みたいなことで、残ったのが建築だったです。それがまあ私がもともと建築っていうのを勉強するようになった真実なのです。そうですか。今までに関わったプロジェクトっていうのもたくさんおありなんですが、はい、それをいくつかこの印象に残るものとか、その中でも好きなものとか、はい、ありましたらお聞かせいただきたいんですが。そうですね、まあいろんなものをやってきたんですけれども、うん、やっぱりその、作品ということから言いますと、丹下先生がおやりになって、坪井先生が構造を担当された、代々木の競技場ですね、はい、でこれは私たまたまその、東大政権の研究員という身分で坪井研究室に所属しておりまして、でまああそこは第一体育館と第二体育館が主なんです。第一体育館の方をお前をやれというふうに坪井先生から言われました。で当時の坪井研究室っていうのは一つには坪井先生が非常にこう年齢的にお忙しい、特に学会も副会長をおやりになって
会長をやるようになる、まあ、そういう時期でしたのと、建築の作品で言いますと、あの代々木の競技場とそれからその東京カテドラル、これがほぼ同時だったんです。ですから戸辺先生、まあいろいろこう気になっておられたと思うんですが、例えば代々木なら代々木ということになると、もうほぼ 100% 私に、まあ、任せてくださって、磯崎新さんがデザインをされた、バルセロナ の、 オリンピック競技場、屋内競技場っていうのがございました。でこれは私が考えましたそのパンタドーム工法っていうのがありまして、まあ、非常に大きなこうスパンのものを作ろうとすると、ほとんどの仕事が非常に高いところでやんなきゃいけない。でこれは危ないし、足場のお金もかかるし時間もかかるから、できるだけ低いところで組んでおいて、でそれをある時こうひゅっと立ち上げると、そういう問題が一挙に解決するんじゃないかっていうんで、まあ、その私が考えた工法がございまして、それはパンタドーム工法という名前をつけたんです。それは外国で初めて使ったのがバルセロナなんですね。それで最後にですね、次世代といいますか若い方々に向けて、先生からのメッセージをお聞かせいただきたいと思います。はい、まあ、今は若い人たちは非常にこうみんなエネルギッシュで、それでまあ、なんて言いますかね、まあ、素直に仕事をしておられて、非常に望ましいと思ってるんですけれど、まあ、一つアドバイスをしたいと、まあ、常々思っていますのは、まあ、日常こう皆さんさん非常にこう大事な業務をこなしておられるわけですけど、似たような仕事をこうずっとやってると、知らないうちに自分の周りにその垣根って言いますかね、柵って言いますか、はい、そういうものができちゃって、でその中で仕事してて、何も疑問を感じないと。でそれは私から見ると非常に危険な状態で、はい、まあ、家畜的って言いますかね、乗り越えればいくらでも乗り越えられるんだけど、うん、こう策があって、あれはまあその自分たちが出てはいけないもんだとでその中で、まあ、草をはんでれば十分に満足できるって、まあ、その悪い表現かもしれませんが、まあ、家畜的というふうに、まあ、言えると思うんですけど、じゃあそういうふうにしてやってる人たちってそれだけしか能力がないからそうかということを言うと、そうじゃなくてですね、柵の外のことを考えようと思うと、考えられる能力をみんな持ってるんですね。持ってるにもかかわらず、自然にできた枠の中で、まあ、仕事をして、まあ、それで満足してる。まあ、具体的に言いますと、まあ、我々は日常の仕事としてはその建築の骨組み、あるいはその先ほどから出てますその屋根の骨組みとかっていうことを、まあ、やってるわけですけれども、同じ能力でできることっていうのは他にもいっぱいあって、まあ、橋とかタワーとかですね、それからまあちょっとあれかもしれません、まあ、船とか飛行機とか、みんな同じ構造力学で理解できるわけです、はい、
で細かくやろうとするともちろんその、たくさん考えなきゃいけないことはありますけど、基本はそんなに変わってないんですね。はい、でところがその橋の話が出てくると、あれは土木の話で、まあ、飛行機とか、宇宙船とかっていう話になると、それはもう全然関心がない。でそうではなくて、やっぱり船でこう、まあ、ある話題が、飛行機である話題があると、まあ、自分なりに考えて、で自分だったらこうするのというぐらいの興味を持つといいますかね。でそれはそういうふうに考えて、こうアクティブにやってると、そのチャンスっていうのは意外に来ることがあるわけですね。ですからチャンスが来た時にちゃんとそれに、対応する基本的な能力はもう持ってるわけですよ、ですからそれをよし、チャンスがあったら今やってる仕事以外の、こんなこともやってみたいなという、ことを考えながら、一方で日常の仕事はちゃんと真面目にやると、そういうことを若い人がやってくださると非常にいいなと思いますけど。まあ、もうたくさん他にもお伺いしたい話あるんですが、そろそろ、このインタビューを終わりたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。改めておめでとうございました。ありがとうございます。